はい、皆さんこんにちは、せいさんです。今日は千葉県で有名なヒルクライムの聖地鹿野山に行きたいと思います。はい、今国道14号を通っています。で、14号、これをまっすぐ行くと国道16号にそのまま入ります。で、そこをずっとまっすぐ行くと勝手に126号線かなに入って、あとはちょっと左に入るだけで鹿野山なので、道は割と迷わずに済むと思います。そばのありですね。以前ご紹介したマカロンの自動販売機がここに入ってるみたいです。はい、ここも直進ですね。大きな道沿いずっとまっすぐ進めばいいので簡単です。市原の方に進みます。ラーメン山岡屋。今木更津過ぎたぐらいですかね。木更津駅過ぎたぐらいだと思います。暑い。ちょっとコンビニ休憩していこうかな。入りました。だいぶ日が高くなってきて交通量も増えてきましたね。マザー牧場、次の信号を左折。鹿野山 GC、 次の信号を左折。確かここら辺で左折したような気がします。鹿野山左、あ、そうそう、ここだ、ここ左です。そうだ、ここだ。小城の交差点を左に行きます。もう本当にここまでずっと大きな道まっすぐしか通ってないので、初めてでも迷わないと思います。左に曲がります。国道は分かりやすくていいんですけど、結構交通量が多いので、上りだけ楽しみたい人は輪行っていう手もあるかもしれないですね。輪行だと君津から行く感じになるのかな。実は鹿野山って登り口が7つぐらいあって、私が初めて鹿野山に行った時は讃岐駅まで輪行してマザー牧場の方に向かって登った記憶があります。あ、ここ右ですね。ここ右に当たります。ちゃんと青い看板で鹿野山右って書いてあるので迷わないと思います。いやー、風が強いけど気持ちいいな。気持ちいいな。暑い。涼しい。暑い。涼しい。マザー牧場、次の信号左折 5km。 なんか所々にマザー牧場の看板があって、なんとなくそっちの方に進めばいいと思います。はい、ここ左です。ああ、懐かしいな。この道も通ったな。県道163号線ですね。ここをずっと登ってきます。うん、いい感じ。よいしょ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 。ああ、いい感じの登りだ。ああ、気持ちいい。なんかほんとヒルクライムって感じで、今日休日なんですけど結構車通りますね。また牧場行く車かな。すごい山いやー、涼しいな、こっち側は。勾配は 7%。さっきの勾配 7% って書いてあるところから、こんな感じでいい感じで登りが続いて、なんか登ってるって感じが味わえます。勾配 6%。 うわー、日焼け止め塗ってきたけど汗で流れちゃったかな。いやー、これ撮ってるの6月なんですけど、もう真夏のような暑さですね。今日の最高気温30度ぐらいだったと思います。いやー、暑くなってきましたね。マザー牧場直進。
あー日陰で涼しい、気持ちいいな。んこれどっちだ、道なりだね。二人は建設会社かな。あともうちょっとかな。木陰のところはほんと涼しいです。そろそろかな、秘密室に入ります。はい、でここで右がマザー牧場って書いてあるんですけど、左に行きます。神谷寺の方に行きます。左ですね。めっちゃいい感じの勾配よし行くぞ。県道93号、激坂だよいしょ、上まで来たかな。よいしょ、もうちょい先に展望台があるっぽいので行ってみます。神の字、この先すぐ。ここが神の字。そろそろ展望台があったはず。この先だったな。九十九谷展望公園、この先駐車場あり、ここです。はい、九十九谷公園にやってきました。ここは展望台があって遠くまで見渡すことができます。すごい。何か発見。東山魁夷という画家の出世作残照はこの地がモデルになっているそうです。まさにこの絵と同じような風景を見ることができます。鹿野山は標高400メートルもないんですが、千葉は高い山がないので遠くまで見渡すことができます。ちょっと暑かったですが本当に晴れててよかった。また来たいです。はい、じゃあ帰ります。帰りはさっき発見した山岡屋に寄って帰ろう。山岡屋、山岡屋、山岡屋。この動画が面白い、ためになった、自分もやってみたいと思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは皆さん、また見てください。バイバーイ。